反撃のあまり声も出ないか。仕方ない。本来君みたいな底辺の種族とは無縁。出会えばその種族の絶対的神として文明が滅ぶまで語り継がれるほどの存在だからな、私は。わけもわからねえこと言ってんじゃねえぞ。そんな、こいつがなんでこうなっているか答えろよ。口の聞き方をわきまえろ。お前は私にとって無価値、脅威にすらなり得ない。これも暇つぶしだから答えたまで。私の機嫌を損ないばお前の知りたいことを永遠と知れなくなるぞ。答えろ。このチャンスを失えばことはを救うヒントを永久に失う。教えてください、あなたのことを。プライドが抜けきってない。だがムーサナの時間もないし、さっさと話してやる。そうだな、まずは私は神だ。それを理解しなければこの話は進まない。神か、別に疑いはしないさ。そしてお前が大事に抱いているムーサナも神だ。しかもすごく貴重な神、歌姫と呼ばれる神でな。神の地位は高くなかったが気分で欲しくなってな、数年前に専属神として契約したのだ。専属神とは主従の契約、主となる神、専属の神、つまり主へ一生の忠誠を誓い、そして他の神から干渉を受けることがない自分専用の神。神界でもかなり厳しい契約というわけだ。目的は独占だな。大体は同性の神、女神が主なら男の神を束縛させるために使う。男の神が女神を所有したければ肉体関係さえ持ってしまえばほぼ主従関係は成立するからな。私みたいな権力のある女神はそうやすやすとパートナーを決めることはできないのさ。だから専属神という契約方式でつながりを作るのだ。公平さを保つためだな。神界は男優遇だからな。まったく女神は肩身が狭いものだ。第一位のアミュエはそれこそ自由奔放だというのに。話は戻るが、専属神は私の地位だと10名まで決めることができ、そしてその中でも3段階の階級がある。ムーサナは3級。私の中では正直役に立たない判定だった。だから記憶と力を専属神契約の主従命令を使って封印し、そこらの星に捨てたのだ。専属神契約は主である私にも面倒な契約でな。私が生きている限り専属神も蘇生し、不老不死を得るのだ。つまり捨てたくても捨てれないようにできている。だが次々と私は欲しい神ができる。でもいらない専属神がいる。捨てるのは当然だろ。もちろん死ねと命令すれば死ぬが、それでは私も後味が悪い。どうせなら専属神側が訴訟を犯して勝手に死んだとしてくれた方が私としても楽なのだ。時間はかかるがな。それに今回みたいに後々再度欲しくなるパターンもある。野放しにして必要となれば迎えに行く、そういうこともできる。ならなんでことはは死にそうなんだよ。お前と肉体関係を持ったからだろう。先ほども言ったが、女神が異性と関係を持つというのは、その男性に一生の愛を誓う、ということだ。それは専属神契約違反。なぜなら主以外の奴に忠誠を誓うのと同義だからな。知ってるか、女神が複数の異性と肉体関係を持ったら、その女神は汚れが生まれ死ぬのだ。ムーサナはお前が初めてだったから汚れはないが。契約違反で体が徐々に蝕まれていたはずだ。さすがは私が選んだ女神。耐性や特性で3年もの間、自力で耐えていたのだろう。本来なら痛みに耐えきれず即死ものだ。ことはは、もう治らないってことかよ。そうだな、契約上、先に違反を犯したのはムーサナだからな。それで死ぬなら契約の保護は無効。そのまま死ぬだろうな。助かる方法もないだろう。結果は変わらないわけだし。だから言っている、残飯処理ご苦労と、お引いた別に控えはいくらでもいる。空席が空くと分かった以上、私も次に動けるというものだ。いい収穫だった。ムーサナはお前に譲ろう。それでここからが相談だ。ムーサナの記憶は戻しておこうか、それともそのまま死なせるか、どちらがいい。私は寛大だからな、しっかり選べ。ふざけんなよ、人を自分の都合でもてあそびやがって。記憶を失う前のことははお前を信じて専属神になったのに、お前の都合だけで。俺もずっとそうやって多くの信頼を壊してきたじゃないか。相手の気持ちを考えたことあんのかよ。力があるから何でもやっていいわけじゃねえ、横暴じゃねえかよ。俺だって今まで力で多くの人間を脅してきただろう。これからだったんだ、これから俺とことはは幸せな家庭を築いていくつもりだったんだ。なのに、俺だって他人の家族を自分の都合で壊してきただろう。全部因果応報なのか。他人の不幸を生み、笑ってきた俺への天罰か。俺だけ幸せになるのはおかしいってことかよ。でもことはは関係ねえじゃねえかよ。わからないな。お前らの世界にも弱肉強食という言葉があるだろう。所詮世の中弱い奴が悪い、そして強い奴が世界を支配する、そうできている。お前が過去に何人の生物を不幸に叩き落としたか知らんが、それは弱い奴らが悪い。どんな下道的行いだろうが、善を積んでいようがな、所詮守れる時に守れなかった奴が悪い。同情の余地もない。言っておく、自分の正義を貫くためには一番強くないと意味がない。所詮弱者のかざす正義は意味をなさないからな。どの世界、どの時代でも強き者がルールだ。
弱い。それだけで同情の余地もない。権利を主張することすらもおこがましい。それが本来世界のあり方。お前らのルールは知らんか。搾取される側はいつも理不尽に見舞われる。そんな運要素の幸せで満足していたお前が悪い。守りたいなら最強でいろ。自分の正義を貫きたいなら最強でいろ。それ以外は搾取される側。最強だけが絶対的正義をかざす権利がある。さあ選べ弱者。コトハとして死なせるか、ムーサナとして死なせるか。つわものから提示された道は二つ。お前は拒む権利はない。選べ。記憶を、戻してやってくれ。せめて本来のコトハで。そうか、なら戻す。あとは好きにしろ。私はもうここに用はない。歌姫の能力、それだけ私がもらっておこう。お前は眠れ、火中の生物に抱かれて。ではさらばだ、私が離れたらこの空間も終わり、元の狭い小屋に戻るだろう。すまないことは、せめてあんなクソ野郎だけど、本来の主のことを思い出して眠ってくれ、俺のことなんて忘れて。ことは？白鳳くん、いますか？ことは、俺はそばにいるぞ。よかった。今なぜか、記憶が戻ってきたんですよ。私、神様だったみたいです。えへへ。そうか、すごいな、ことはは。もういい、俺のことなんて、本来の主のことを思い出したんだろ。なら俺を突き放してくれ、俺を悪者にしてくれ、ならことはは。白鳳くん、お話があります。なんだ？私、ずっと妊娠してました。白鳳くんと、出会ったあの時から、ずっと自分を人間だと思って、周りと同じだと、考えていたから、私は子供ができない体質なのかな、って不安でしたけど、ずっと妊娠してました。私の中には、白鳳くんと私の子供が、います。なんでだよ、なんであの女の話を一切しないんだよ、俺のことはいいだろう、ことは。よかった。これで白鳳くんを、一人にしなくて済む。ことは。記憶が戻ったんだろ、なのになんで俺のことばかり。愛しているからです、私を。地位関係なく私自身を、愛してくれたのは、白鳳くんだけだから。だから、主なんて関係ない。私は、白鳳くんが好きで、それが全てなんです。ことは、俺は、ずっと愛していた、好きだった、こんなに人を好きになったことなんてなかった。ありがとう。私たちの子供、託していいですか？名前も考えているんです。白鳳くんが私にことはという名前を、くれました。そして私は、歌姫。だから子供には白鳳くんからもらった愛と私の存在を合わせて、ことか、と。どうでしょう。任せろ、ことかは俺がしっかり守る。今度こそ、必ず。ありがとう。白鳳くん。ことは、助けてやれなくてすまない。もっと幸せを与えてやれなくてすまない。最後まで俺のことを愛してくれて。ありがとう。さようなら、ことは、辛かっただろう、あとはゆっくり休んでくれ。うわぁ、うぅ。子供、俺とことはの、小さい、赤ん坊のガキは触ったことなかったが、ここまでもろそうなのかよ。うわぁ、うぅ、うぅ、あ。俺がパパだぞ、ことか。よろしくな、ことはに与えれなかった幸せをことかに注ごう、それがことはのためになるんだ。こうしてことはは息を引き取り、ことかを出産した。だがまだ終わらない、俺の待ち受ける苦難は、まだあったんだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。